菊の花が風で激しく揺れています。花びらに隠れている小さな虫を見つけました。右へ左へと大きく揺れる花の上で必死で捕まっているようです。他の花にもいるのだろうかと探してみると、いました。およそ1割ぐらいの確率でしょうか。他の花の上にも多分同じ種類の虫たちがいました。花びらに隠れていたり、花の裏側にいたり、見つからないようにいろいろ工夫をして生き延びて、生きるって苦労することがたくさんあるんですね。私もあまり目立たないように生きていこうと。